こんにちは、ざわざわジャポンです。マルスゼロの革命は2024年1月23日毎週火曜21時からテレビ朝日系列で放送されています。物語も半分を過ぎ、どんどんストーリーが盛り上がりを見せてきています。マルスゼロの革命にはレギュラーの生徒役が33人出演しますが、そのうち6人がメインキャストとなります。今回はマルスゼロの革命でメインキャストを務める生徒役キャスト6人を役柄とともに見ていきたいと思います。三島ゼロ、道枝俊介。謎多きい19歳の転校生、カリスマ性を持ち落ちこぼれの高校生たちを言葉巧みに先導していく。本当の青春を味わったことのなかった高校生たちを突き動かし、いつしか落ちこぼれ生徒たちの動画集団マルスを率いて大人社会に反旗を翻していく。道枝俊介さんは2002年7月25日生まれ、大阪府出身。アイドルグループなにわ男子のメンバーとして活動しています。2017年に母になるドラマに初出演しました。2022年には金田一少年の事件簿で金田一はじめを演じ話題になります。マルスゼロの革命はゴールデンプライム帯連続ドラマでは初主演となります。相沢昆一、板垣李光人、通称アイコン。高校でいじめにあっており、唯一の寄り所だった SNS でも居場所を失い、自ら命を絶とうとしていたところをゼロと出会って救われる。ゼロ率いる動画集団マルスではゼロの右腕的存在。板垣李光人さんは2002年1月28日生まれ、山梨県出身。小学5年生の時に芸能界入りしました。2021年あたりからドラマ、映画への出演が増え始めており、最近ではメインキャストの一人として作品への出演が多くなっています。高城かれん、吉川愛。マルスのヒロイン。精神年齢が高く、頭も切れてサバサバしている。昆一とは幼馴染で、彼の初恋相手でもある。高校でいじめに遭う昆一を気にかけ、助けられない自分に負い目を感じている。昆一を心配するあまり、ゼロ率いる動画集団マルスに図らずも加入してしまうことに。吉川愛さんは1999年10月28日生まれ、東京都出身。3歳で芸能界入りし、子役として本名吉田莉子名義で多くの作品に出演していましたが、2016年に学業に専念することを理由に一時芸能界を引退しました。2017年に現在の芸名吉川愛に芸名を変更し、再デビューを果たしました。二瓶久高、井上裕貴。マルスのお笑い担当、おバカで能天気なお調子者、超ポジティブ思考のムードメーカーで、マルスの空気を和ませる存在。ロックじゃねえが口癖、女の子にはめっぽう弱い。井上裕貴さんは1996年6月6日生まれ、広島県出身。2017年に第42回ホリプロスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、芸能界入りしました。2018年にミュージカルピーターパンで俳優デビューし、2019年にはウルトラマン大河でテレビドラマ初主演を果たし注目を集めました。桜庭京香、横田真由。マルスの癒し担当。裕福な家庭で育ち、癒し系でおっとりしている。たまに辛辣な一言を吐いて周囲をいてつかせたり、ピンチの時には神出鬼没の活躍を見せたりする。よく食べよく寝る。横田真由さんは1999年6月30日生まれ、東京都出身。ミスセブンティーン2014のグランプリに選ばれ、芸能界入りしました。2019年に放送された菅田将暉さん主演で話題になったドラマ3年 A 組今から皆さんは人質ですで女優デビューしました。最近では TBS 朝の情報番組ラビットで木曜レギュラーを務めていることでもおなじみです。クレイケンセイ、サントキソーマ。マルスの頭脳派。中学時代は成績優秀だったが、進学校に入って落ちこぼれてしまった。毒舌家でクラスメイトや教師を見下している。地頭がよくネットにも強い。サントキソーマさんは2005年6月6日生まれ、東京都出身。2016年から多くの映画ドラマに出演していますが、学生役が多くなっています。また
2023年7月14日に公開された宮崎駿監督の10年ぶりの新作長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」で主演を務め話題になりました。桐山球児、泉沢優希、マルスの優等生、野球部、真面目で努力家、球児という名前ながら野球のセンスはなく、後輩部員からもバカにされている。泉沢優希さんは1993年6月11日生まれ、千葉県出身。5歳の時子役としてデビューしました。2006年、光明月次で大河ドラマに初出演し注目を集めました。2009年には夜の口笛で映画初主演し高い評価を得ています。2019年には YouTube チャンネルを開設し、ゲーム実況の動画や生配信を行っています。以上、生徒役のメインキャストをご紹介しました。次にメインキャスト以外の生徒役27名も簡単なプロフィールとともにご紹介していきます。海藤空、生年月日2003年5月20日埼玉県出身、井本岳という役名で出演しています。徳永力、生年月日2003年9月26日大阪府出身、加賀レオという役名で出演しています。島原奏人、生年月日2007年5月24日東京都出身、島原直人という役名で出演しています。宮地いつき、生年月日2001年3月2日福岡県出身、飯田いつきという役名で出演しています。江崎圭介、生年月日1997年2月27日福岡県出身、巻園周平という役名で出演しています。朝倉春樹、生年月日2000年4月8日島根県出身、大井太郎という役名で出演しています。小西英斗、生年月日2000年1月21日広島県出身、立石直也という役名で出演しています。津村岡浩太、生年月日1996年10月21日埼玉県出身、宇津木太という役名で出演しています。横山健太郎、生年月日2007年7月11日東京都出身、桑西周平という役名で出演しています。知念秀和、生年月日2005年3月19日沖縄県出身、西久保栄太という役名で出演しています。渡辺大輝、生年月日2001年7月2日宮城県出身、時藤修司という役名で出演しています。日野津凛太郎、生年月日1999年8月20日岡山県出身、染谷凛太郎という役名で出演しています。友永安治、生年月日2001年10月3日高知県出身、紫藤唯斗という役名で出演しています。成田くるみ、生年月日2004年7月26日北海道出身、成田美久という役名で出演しています。リコ、生年月日2006年9月29日沖縄県出身、新見優奈という役名で出演しています。平実り、生年月日2004年6月28日岡山県出身、羽村しずくという役名で出演しています。水瀬さあや、生年月日2003年1月1日東京都出身、増田蘭という役名で出演しています。中山美美、生年月日2006年2月1日茨城県出身、柳井美美という役名で出演しています。那須ほほみ、生年月日2001年7月7日福岡県出身、結城里央という役名で出演しています。加藤ノア、生年月日2004年8月28日静岡県出身、杉内ノアという役名で出演しています。ぬか音符、生年月日2005年5月6日東京都出身、北尾亜美という役名で出演しています。古田愛理、生年月日2002年6月30日岐阜県出身、鎌田由衣という役名で出演しています。藤島香音、生年月日2005年4月8日東京都出身、川北あずさという役名で出演しています。高岡優、生年月日
2000年5月28日、神奈川県出身、三橋弥生という役名で出演しています。レイラ、生年月日1998年12月25日、東京都出身、磯部レイラという役名で出演しています。美咲あかり、生年月日1999年1月7日、神奈川県出身、森川ゆずはという役名で出演しています。いかがでしたか？学園ドラマには生徒役に次世代を担う若手俳優が多数出演しています。すでにブレイクしている人もいますが、今はまだ無名な俳優、女優さんもたくさん出演しています。もしかするとこのドラマの生徒役から大ブレイクする俳優、女優さんが出てくるかもしれませんね。注目したいと思います。この動画の高評価やご感想をコメント欄にてお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。